クレキクレキは、中国戦国時代の軍人、政治家、軍事思想家。孫武、孫品と並んで陛下の代表的人物とされ、兵法のことを、別名、孫悟の術とも呼ぶ。死後兵法書、五氏の作者に犠せられた。子は、クレキ。鋭の冊子の人。一心出世を志して、創始に学んだが、母の葬儀に帰らなかったため不幸として破門される。 母の葬儀に帰らなかったのは、かつて士官のため各地を転々としたものの、士官先が見つからないまま家の財産を使い果たし、そのことを馬鹿にした人を故郷で殺害した、後ろめたさのためであり、暮れ木は素直に、葬儀のもとを去った。その後、炉のもと公家の吉見に仕えてその将軍となる。聖人を妻にしていたために将軍に任用することを危ぶまれたが、 先んじて妻を殺すことでそれを晴らした。しかし、それが結局人格に対する不信感を生み、ロの大部たちにより、クレキは自分の妻を殺害したばかりでなく、ロと兄弟国である守ルを独断で侵略した怪しからん人物であるという残言にあって、彼は元公から懲戒免職されて失脚し、身の危険を感じて義の文孔のもとに走る。文孔は、 儀の歴代の君主の中でも十二を争うほどの名君で積極的に人材を集め、儀の国力を上昇させていた。文庫が呉れを任用するかどうかを家臣の李括に加紋したところ、李括は呉れは貪欲で公職ですが、軍事にかけては名将、芝稔嘘も叶いませんと答え、文孔は呉れを任用することに決めた。呉れは、 軍中にある時は、兵士と同じものを食べ、同じところに寝て、兵士の中に傷が生んだものがあると脳を自分の口で吸い出してやった。ある時に、呉れ木が兵士の脳を吸い出してやると、その母が嘆き悲しんだ。将軍がじきじきにあんなことをやってくだされているのになぜ泣くのだと聞かれると、あの子の父親は将軍に脳を吸っていただいて、 感激して命もいらずと敵に突撃し戦死しました。あの子もきっとそうなるだろうと嘆いていたのですと答えたという。この逸話の示すように兵士たちは、クレキの行動に感激し、クレキに振幅して命も惜しまなかったため、この軍は圧倒的な強さを見せた。クレキは軍の指揮を取り、真を打ち、五つの城を奪った。 この功績により、西川の軍主に認じられ、旗官を牽制した。文公が死に、この武公が即位すると多分と最小の座を争うが、これに敗れる。これを不服として、本人に抗議し、軍略、政治力、諸公への威信、それぞれどちらが優れているかを問いただした。すると、多分は三つとも、呉木の方が優れていると述べた上で、だが、 今の主君は年、ね、若くして民からの辛抱も薄い。このような状況においては、私と貴殿とどちらが大役を任されるだろうかと尋ね返した。ここにおいて、暮れ木は斧が多分に及ばないことを認めた。その後ろだ踏みが亡くなり、文孔の女性でもある菅の皇族の皇祝が、公認の最小となった。しかし皇祝は、暮れ木を嫌ったために、妻の弟である武孔に、 クレキのことを残言した。そのために武功は、クレキを疎み始め、両者の間はうまくいかなくなった。さらに公宿は、クレキを陥れる策略を画策した。武功へ、クレキを他国に移さない方法がございます。公女をめとらせるのですと言い,い、その一方で、クレキは、公宿の家に誘った。クレキがそこで見たのは、公女である公祝の妻が夫を罵倒する姿だった。 クレキがことさら名誉を重んじるので、控除をもらうとこうなると思えば、話を受けないだろうとみてのことである。クレキはその見込み通りに断り、武功の懸念は増大。そこへ、すかさず残言されたので、察したクレキは素えに逃亡した。その際に、武功様は、関心の残言を聞き、私を理解しない。西川は旗に取られるだろうと言った。 後にその通り、義は旗に侵略されにシカワを奪われることになる。祖では、時の国主いたみ王に徴愛され、霊院に抜擢され、放火的な思想をもととした国政改革に乗り出す。もともと諏訪は、相続の数が、他の国と比べても、かなり多かったため、王権は、あまり強くなかった。また国土は広かったが、人のいない地が多く、 仕事の割に、官職の数が多かった。これに、呉木は、法遵守の徹底、不要な官職の廃止などを行い、これにより浮いた国費で兵を養った。また、領主の権利を三代で王に返上する法を定め、民衆、特に農民層を重視した政策を取った。これらにより、富国強兵、王権強化を成し遂げ、諏訪を、南は百越を平らげ、北は、 真、蔡の二国を併合して三進むを撃破、二種は旗を攻めるほどの強情国家にした。このことから、暮れ木は、放火の元祖とみなされることもある。しかしその裏では権限を削られた貴族たちの強い恨みが暮れ木に向けられ、暮れ木もそれを察知していた。暮れ木が無事なのは、痛みをの長愛があればこそだが、痛みをはすでに高齢であった。 紀元前381年、痛み王が老齢で死去すると、ハンクレキ派は、クレキを殺害するために宮中に踏み込んだ。逃れられないことを悟ると、クレキは、痛み王の死体に覆いかぶさり、痛いもろとも射抜かれて絶命した。聖剣空白期の事故である。父の後を継いだ、宿王は、ハンクレキ派の放った矢が、暴風の痛み王にも刺さったことを見逃さず、巧みに、 王の遺体に触れた者は、死罪という座への法律を持ち出し、痛み王の遺体を射抜いた、改革反対派である、者たちを、大逆の罪で一族に至るまで全て処刑した。死の間際において、暮れ木は、自分を殺す、者たちへの復讐を目論み、かつ、改革反対派の粛清を企てたのである。しかし、この起点にもかかわらず、暮れ木の死により改革は、不徹底に終わり、 ス訪エは、元の門伐政治へと戻ってしまった。この半世紀後、クレキと並び称される法家昭王が、真にて、法治主義を確立。結局昭王も恨みを持つ、者たちにより処刑されたが、旗はその後も法は残した。そして王と法のもとに一体となった旗は、着実に派行を成し遂げていき、ス訪エも滅ぼしたのとは、対照的な結果となっている。四季。 孫国歴烈列伝第五、ありがとうございます。